ちは、ドリブルデザイナーです。今日はバルセロナのデンベレ選手を解説したいと思います。両足使いの2打点、シュートとスルーパスとクロスが結構ね、ドリブラーでドリブルは上手いんだけどクロスが最後ダメだとか、最後シュートのところが弱いんだよなとか、ドリブルを警戒された時のスルーパスだったりっていうところが一歩分外れてしまったなんていうことがあるんですが、彼の場合はもう完璧、ボランチとかの選手がスルーパスしっかり出すようなぐらいの精度でスルーパス出しますし、シュートもうわー行った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 、うわー行き切ったゴールみたいなのが多いですし、クロスですね、もうキーパーと最終ディフェンダーの間をゴロで通すのがすごく上手いんですけど、ファーサイドまでボールが通ってもうフリードフリーでただ触るだけで入るようなパスをするのがすごい上手いですね。センスもめちゃくちゃあるので、ゴールで通らないと思ったらちょっと深いんですよ。いやらしいのが足でもなく頭でもなくこの辺、シュートを打つ選手はちょっとかがんでのヘディングだったり、ジャンプしてのインサイドで流し込むとか、そういうようなところにボールを蹴ったりするので最高ですね。じゃあそんなデンベレ選手のドリブル、まず足がすごく速いです。距離を空けてしまうとパーンと出されて体を触れられないようなところを通ってかわされてしまうと、でディフェンスもそれ分かってるんですけど、面白いのがあって、例えばですね、ここにディフェンスがいるとして、右で持ってた場合はディフェンスの立ち位置っていうのはこの白い丸こちら辺になるかもしれないんですけど、これが急遽ですね、右利きじゃなくて左利きに変わったとしましょう。左利きの場合は少し内側にずれないと対応できないように、こういうコースが空いてしまうことに気づくんですね。なので右でボールを持ってる選手と左でボールを持ってる選手だとディフェンスも対応する角度、距離変わってきます、間合いが変わってきます。普通は右利きだったら右利きの選手として対応しますし、左利きだったら左利きの選手として対応するんですけど、彼の場合はどっち利きか分かりません。左も使う時もあれば右を使う時もあると、かつ左も使ってドリブルしてたのに右を入れてまた左とかあったりするので、その時々によって利き足が変わる、そのギリギリの瞬間までどっち利きになるかが分からないので、ディフェンスは右利きだと思って対応してたら左利きの方の動きで抜かれてしまうし、左利きの方を対応してたら右利きの人が得意な形で抜かれてしまう。じゃあ怖いな、距離を空けようっていうと、もう何でもできる、スピードがある。どうやって止めればいいんですかね。もうトラップした瞬間にはもう詰めてやるとか、インターセプトをするとか、そういうことで止めるしかなかなか難しい選手だと思います。ただね、インターセプトでできるぐらいの距離に最初からいたり、トラップしたら詰められるぐらいの距離からいたりすると足がすごい速いので、ボールを足元でもらわずに裏でもらうような技術もしっかりしているのでやられてしまう。まず右足左足を駆使したドリブルからのシュートをやってみます。前を向いた時にドリブルをしたら止められないっていう選手っていうのが一つあるんですけど、もう一つ自分の力で前を向くっていう技術を持っていてですね、こっちに攻めててサイドバックやボランチからボールを後ろ向いてもらう時っていうのはどうしてもあります。可能であれば前を向いてもらったり、すごい詰めてきてるんだったら裏でボールをもらえたらすごくいいんですけど、そうも言ってられない不安の選手がもうプレスがかかってゴロでここにパスを出すしかない、サイドバックがどうしてもサイドラインと平行にまっすぐ縦に出すしかないっていう時はどうしてもあります。その時にデンベレ選手、体がすごい強いわけではありません。どうするかというと、パスが来たら後ろにトラップをすると、後ろにトラップをしてある程度寄ってきたらワンツーを狙ったりもしますし、そのままトラップをしてボランチの選手が動き直してくれたらそこに返すこともします。ただその2つは誰でもできるプレーなんですけど、デンベレ選手はボールが来ました、トラップしました、ディフェンスがパスの形をすることでちょっとプレスを甘くすると、プレスを甘くした場合パスのモーションで振られたをして、私かけに行きます。これがあるのでディフェンスはパスが来た時にトラップして、こうしっかり寄せないと
なんならしっかり寄せてでもこっち側にコースがあればクライムターンするので、それを止めようとするとディフェンスはまっすぐ行くというよりかは外側からこうやってかぶせるぐらいでないとその動きは止めれません。でディフェンダーが外側からかぶせるような動きをもしもしたならば、普通にそこからトントンとで中だったり大外へのロングパスだったりっていうのが空いてしまうので、ディフェンスの方が外に場所を取るっていうのはなかなかないことなので、クライスターはほぼ決まります。このねサイドでプレーした時のやり直しからのクライスターだったり、両足でドリブルをするところだったりっていうのは必ず活かせる部分があると思うので、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。